日本文化学科の模擬授業を始めますコウ恵エリと申しますテーマは人魚のイメージの変遷ということでビジュアルイメージ視覚的なイメージの歴史を人魚をテーマに読み解いていきたいと思いますはじめにですねこの人魚という人と魚の間の異界の住人についてその図像を見ていくということなんですが 皆さんがおそらく人魚ってどういうものかなっていうのをイメージするときに脳裏に浮かかぶのははこういいいったイメージではないかと思いますあの美しいまたは可愛らしい少女の姿をして腰から下は魚そして上半身は人間ですがその胸にはビキニまたはブラジャーがついていてその多くの場合は貝殻を模した形をしている。で この貝殻のビキニ、または貝殻ブラと言われるものは、あの魚の下半身がなくても、これ単独で人魚のイメージを喚起させるような、そうしたビジュアル的なアイテムになっていると思います。今こちらにお見せしているのは、例えばレディー・ガガがステージ衣装に用いた例ですね。ここではあの貝殻ビキニで新曲熱唱というようなニュースの記事のタイトルにもなっています。そして、あの。 左側に上げているのはあの T シャツの柄なんですけれども、これもあのマーメイドっていう風にこの商品名にはついていたりもします。これを着れば、たとえ男性であっても人魚のイメージをまとうことができるわけです。そしてこうした貝殻を胸につける人魚のイメージというのは、例えばですね、人魚じゃないものにも導入されていて、これはアサシンクリードというゲームソフトなんですけれども。 そのエデュケーショナルモードといういろんな子どもから大人までいろんな世代の人が制限なくあの遊べるモードの時にこの胸を隠すために貝殻があの使われていたりするんですね。で、こうしたもちろん元の彫像には貝殻なんてなかったはずなんですけれども、ある種の検閲として貝殻が機能している。こうした今の私たちの社会にあっては人魚の胸に貝殻がついてるっていうのは。 人魚の図像としては非常に一般的になっていますですが例えばこれはコペンハーゲンにあるアンデルセンの人魚姫を模した銅像なんですけれどもこの人魚像にはまあ、人魚姫の像には胸に貝殻はついていないのですこの人魚姫は美しいヌードという文脈のもとに作られていますで、こうしたことを考えてみると 私たちが普通に思い描く人魚のイメージというのはちょっと歴史をたどってみると実はの今日とは全然違う形であった可能性がすごくあるんですね。で特に胸をどうするかというのはこれはこの女性の像をどういうふうに作るかという問題に連なってくるのですけれどもまずはその人魚のイメージを近世まで見てみたいと思います。ね えー、魚とと人の間の間存在だという,ふうに言いましたこの人魚のイメージというのは洋の,の東西を問わずいろいろな地域でさまざまにイマジネーションが生まれているのですけれども例えば西洋世界にあのキリスト教世界にあってはこの人魚というのは女性のイメージそして悪徳のイメージと結びついて例えばあのキリスト教の教会の中東彫刻には そうした悪徳の象徴として人魚が用いられたりしていますこの足が二つに分かれているおっぽが二つに分かれている人魚の像は非常にたくさん見ることができるんですけれどもその女性イメージとともに教会の中では例えば悪魔や怪物たちと同じような場所にあったりするんですねでその一方で人魚のイメージはこの人間の世界を中心に考えれば 周辺にいるそうした怪物のまあ、一員としてこの海のイメージとともに特に大航海していくその先にすごく人間の文明の土地から離れたところにいるのだというような想像のもとに教会にいる生物として現れることもありますでここでは今お見せしている二股の人形ですねこのイメージのさらにずっと先の変遷の 今の一つの一例は例えばスターバックスのロゴデザインになるかと思います。でこうした西洋世界ではあの男性の人魚もいるんですけれども特に悪徳と結びついたのは女性のイメージでした。そうして女性のイメージとしての人魚像というのが非常に広がっていたのですがその一方で東洋世界ですね東洋においては この人と魚のあわいの生き物というのはいくつかのパターンで出てきますでそのうち上半身が人間というパターンもあるのですけれども非常に強くあの近世までですね人々が人魚と言って思い描くのは顔または頭だけが人間で体は全部魚というこの右側の人魚図のパターンでした。で、まあ、人面魚身というふうに言ったりしますけれども。 そうしたイメージが近世江戸時代までの日本では非常にまあ強いイメージでこう一般の人々にとってもそれがなじみ深いがゆえにこうした瓦版でも出てくるわけですね。でちなみにこの瓦版はあの人魚が取れたということを知らせるものですで大きさであるとかそういった情報とともにこれはご利益があるっていうことが文章に書いてあってこの「人魚は 縁起が良いとかめでたいとかご利益があるっていう考え方も、まあ、特に日本においては八尾郁にという非常に長い長生きした長い生命を得たという伝承とともにあのさらにそれは女性ののイメージとももも結びつくものでもありましたそして今ここに江戸時代の例をお見せしてるんですけれども江戸時代というのはあの出版文化というのがこれもまた洋の東西を問わず あの西洋もそうですし、中国大陸もそうですし、そして日本でも盛んになった時期で、そうした出版物を通じて西洋の人形イメージというものも入ってきます。で、特にあの図像を一緒に載せる挿絵ですね。それによって。 あの文章だけではなくて具体的なビジジジュアルイイメメーーのの形で人魚のイメージは広がりを見せてきましたここにお見せしているのはこの江戸時代に書かれた人魚の図なのですけれども両方とも西洋の博物学というさまざまな生物やあの土地についての情報をまとめた本の挿絵から引き写されて出版したものです。で こうした人魚のイメージが西洋から入ってきたものもあり東洋世界で育まれてきたものもありその中でこのどこまでが鱗なのかそしてどこからが人の肌なのかっていうようないろいろなこの人魚の表現というものが江戸時代の出版物には見られます。特にに後期のの頃ですねでここにお見せしているのは 例えばあの右側は鳥山石あの妖怪に興味のある方は多分いろいろと図版を見たことあるんじゃないかと思うんですけれども彼の描いた人形はですねかなり人間に近い形でありますがあのだいぶ鱗が生えていますすごく怪物に近いような形ですね。そして三東京ののの描いいた起拍子のこの箱入り娘メイヤの人形という作品ではあの 顔だけけが人間なんですけど顔というか頭だけが人間なんですけれども非常に美しい女性としてただ体は完全に魚です。でまたもう一つこの人魚というのは当時ですねあの特に幕末から明治にかけて日本は実は人魚の一大産地として世界に知られるようになりました。 先ほど西洋世界では人魚というのは境界すごく文明の中心から遠いところに行くといるというようなそういう生物だったというふうに言ったんですけれどもその干物が日本でで作られるんですね。これ日本に限らなかったんですがでも今日でも西洋山日本にこういった人魚の干物というのは結構残っておりましてそうしたものは日本で買ったっていう説明とともに説明を こう人々が喜んでみたということがいくつかありますで興味深いのはこれはその人魚のまあ干物ミイラとですねあのそれを展示しますよっていうチラシなんですけれども、まあ、これ全く同じものではないとは思うんですがでも右側のチラシの方にはこれ人魚の干物っていうのはこれ作り方も分かってまして大体はですね猿の上半身に鮭とか 大きな魚をつけるんですねそして、まあ、つなぎ目があんまりよく分かんないようにしてこう白製のようにして中に詰め物をするんですがでもともと猿があの使われているのであんんまり胸ってわかんないんですよそうなんですけど右側のチラシの方では確実に乳房が表現されていますつまりこのマーメイドの展示を見たいっていう人々の見たい欲望は女の人魚の干物が見たいというところに それをこう反映してチブサが生まれているというふうに言えるだろうと思いますでこうしたまあ見せ物としての人魚も含めて近世には様々な人魚イメージが出てきたわけですがそれが大きく変わるのは近現代ですねあのヌードとコードという言葉がキーワードになりますヌードというのは先ほどあのコペンハーゲンの人魚姫の銅像をお見せしましたけれども 西洋の美術の世界にあっては美しい理想的な裸体像を指してヌードと言いますそれは近代の日本にあっては新しく導入されていった概念でした人間の身体というのは理想的に美しく描くのであれば裸が必要であるという考えなんですねで、ただそうは言ってもヌードという 観念がが人々の間間にに大きくく広がっていくには少し時間がかかりますさらにはこの例えばおとぎ話西洋から翻訳されたりオリジナルで作られたりしたものが子ども向けに出るんですけれどもその中で人魚が登場するときに果たして上半身をヌードとして描いてよいかどうかっていうところがあの出版社や挿絵を描く側で少しこうやっぱりちょっとためらいがあるようで。この頃の頃を見てみると あの何もつけてない上半身なんだけれどもなんとなく胸は見せないいいうパターンが多いですあのポーズを工夫して例えば腕で隠してあるとか向こうを向いてるとかそういった描写がすごく多いですね。でそれは例えば人魚姫のお話が翻訳されていく時これはもう戦後の例ですけれどもあの非常に巧みにいろんなポーズや画面の角度で 胸を上半身を正面から見せない工夫がされているのがよくわかるかと思います。でその一方で世紀末といいますが19世紀の末から20世紀の初頭にかけてヨーロッパでは人魚のイメージは宿命の女ファム・ファタルという言われ方がするんですけれども。 あの男性を水に引きずり込む魔性の女というイメージが非常にもてはやされました。特にイギリスを中心にですね。で、あのここにお見せしているのもイギリスの人魚の作品なんですけれども、例えば夏目漱石はこうした。あの宿命的な女性の美しいヌードを念頭に置いて、あの三四郎のマーメイドっていうくだりを描いただろうと言われています。まさしく、この作品を元にっていうふうに指摘されてるんですが、こうした。 男性を水にまあ恋によって引きずり込んであの破滅させていくっていう時に描かれる人魚は美しいヌードとしてあの描かれるそしてその死体まあ体ですねそれをまあさらけ出すようにその美しさを誇るかのように描かれることが多いですでこうしたイメージがたくさんまあ人魚については描かれてまたは作られていくのですがその中に 何か胸を隠さなきゃいけないっていう局面が出てくるんですけれども、それは何かというと生身の人間が演じるときです。あの例えば水着や貝殻ブラというふうになっていくんですけれども、あの人の身で演じるときには、先ほど少女の像のときもそうだったのですが、果たして胸を生身の体で見せていいのかという問題がやっぱり出てきます。で、これはですね、後に三十年代になると。 あのアメリカ、特にアメリカの映画ではコード、ヘイズコードと言われるんですが、まあ、通称ですね。あの映画には何を撮って良いのか、何はダメなのかっていう規範、こうルールができてきます。で、これはそれより前の事例が一番左側のアネットケラーマンという女優さん、あの彼女はもともと水泳選手だったんですけれども、それを活かしてあの 泳ぐ姿を美しく見せるっていうような連続的なあの、えっとえー、連続的なっていうか映画にたくさん出て、まあ、人気を博すんですね。でその中で彼女がやっぱり当たり役であったのは人魚にするそうして、まあ、その時に彼女はあの上半身からつながったようなあのドレスのようなそうした衣装を着ます。でまた あの「ピーター・パン」というお話の中にも人魚が出てくるんですけれども真ん中はその例ですねこう人間が演じるんだけれどもそこで人魚の約束事としては、まあ、美しいヌードとしては何もつけてなかったものがやっぱり映画を作る見る側のコードに引っ張られて胸には何かつけねばならないっていうふうになっていく様子が分かるかと思います。 一番右側は戦後に公開された人形映画。まあラブコメですね。で、そこでは完全にビキニをつけています。で、あの貝殻。のことをちょっと思い出してほしいんですが。こうした水着的な、あの上半身を隠すものに、じゃあなんで貝殻がついたのか。ここについては、まだあのはっきりと断言できることはちょっと少ないんですけれども。 あの50年代のディズニーのピータータパンそのイメージはどこから来たのかといえばこれはですね西洋の文化において女性と貝殻の取り合わせというのはこれはもう取りも直さず「ヴィーナス」です。 あのギリシャだとアフロディーテと言われますがこの海から生まれてくる美と愛の女神アフロディーテローマではヴィーナスはこの貝に乗ってきたっていう,うエピソードとともにあるんですね。なので女性のヌードこの美しくて理想的な体のヌードと貝殻が一緒に描かれていればそれはもうヴィーナスなんだっていうふうに了解される、まあ、それがお約束です。でそうしたことを元に あのこの時期世紀末の美しい女性のイメージがたくさん出てきた中であのイギリスではピーター・パンが1904年から舞台でこうあの初演されるんですけれどもその翌年の公演で人魚の親子が出てくるんですねでこの人魚の親子のスチルが残ってるんですがその親子はまあ貝殻と共にあります。でこうししたビーナスとと貝殻とそして人魚 というイメージの結びつきや交換というのはいかにこれまでですね。この西洋文化においては、貝殻とともにあるヴィーナスというのがまあ、普通の約束事として強くあったのか？っていうのを早期あの思い起こしてみれば納得できるかなと思います。おそらく最も有名な。このヴィーナスの誕生。 はこのボッチチェリの作例だと思うんですけれどもこれもあの足元ににに大きな貝がありままますすね、ま、るででボーートのようにビーナスを騎士に運んでいますそして本来ヴィーナスはこの貝殻に乗ってくるので大きさが必要だったんですけどだんだんとそれは簡略化されて右側のティツィアーノの例ではもうあの貝殻はただ海面に浮かんでいるだけです。で ここからもう少しだけ引力が働くと多分胸にペタッとつくんですが私はおそらくその引力というのは人の眼差しの高度の力つまり胸は隠さねばならないという力によってついていったんだろうなと思います。でこれは50年代ぐらいに日本の人魚のイメージにおいてもそこがまあ天気になってきます。これは53年の 世界名作童話全集というすごくよく売れたシリーズの中の人魚姫の挿の絵なのですがここでは胸はむき出しですねそししててて髪飾りとしてピンク色の貝をつけていますですでがこの同じイラストレーターまあ作者の吹谷浩二のその後に出た講談社の絵本というシリーズこれもすごく売れた本なんですがそちらの人魚姫はもう胸をピンク色の貝で飾って 隠しているわけです。で、こうした50年代のピンクの貝殻と人魚姫というのは、他のいろんな作品でも見ることができます。これは54年の漫画ですね、えー、ちょっとそのこの頃のあの漫画のスタイルを踏襲しているので、ディズニーや手塚治虫やそういったものとあの近い表現になっています。で、さらにはこっちはまだ紙についているものですけれども、あのこうした。 たくさんの人魚,姫人魚姫イメージが戦後になってまた再びこう子どもたちのために作られるようになりそして今に至っているという流れになってくるだろうと思います。さてというわけであの近世から近代そして戦後に至るまで人魚のイメージを見てきましたけれどもあの最近ですね特に現代どうなっているのか。 というところで人魚のイメージについてはとても面白い転換があります。それは人魚が私であるというふうに考える。つまりどこか遠くにいてまたは美しいものとして眺められる対象なのではなくて、自分もまた人魚の一族、あの顕族であるというふうに考える。で、それは例えば少女向けの雑誌で、あの 『おとぎ話』に紛争するっていう企画のこれグラビアのページなんですがあの人魚に、まあ、少女たちが紛争してますねそれからこうした少女向けのお話の中でこれ内藤ルネによる「人魚のリセット姫」というあの語り直しなんですけど人魚姫のお話を読む、まあ、多くの人がですね 人魚姫の境遇はかわいそうすぎるもうちょっとなんとかならなかったのかって思う気持ちに応えるかのようにこの人魚姫は王子様と幸せになるそういうう結末を迎えますそうした読み直し語り直しというのはさまざまなところで人魚のイメージについては行われていてそれは先ほどあのお見せしたあの映画の中に出てきたアネット・ケラーマンという女優さんが「 こう彼女はですねもともと水泳選手だったっていうふうに言いましたけれどもこの女の人が海,海じゃなくてもいいんですけれども例えば水着になるとか泳ぐとかそういったことにいろんな制限があった時代から非常にそれを自,識自覚的に意識的にやった人ということで近年あの再評価されています。それは女女女性性たたちち少女だけけじゃなくくててにに向生生き生きと力強く自分の思うがままに やってていいいんだっっうそのモデルになったということですねでこうした堂々と胸を張って泳ぐことができるような姫でもあり魔女でもあるようなそうした異界の住人としてでもそれが自分であるというふうにこう人魚のイメージを思い描くことこれはすなわち「 人魚がエンパワーメントになっているってことなんですけれども、そうした人魚のイメージが近年の一番最近の図像のあの伝統のおしまいに来ていると思います。ということで、あの短い時間ですけれども、人魚の図像のその歴史についてお話ししました。模擬授業は以上です。ありがとうございました。